委員にお願いいたします。今ご紹介いただきました新里でございます。本日公聴会にお呼びいただきまして発言の機会を与えていただいたことを大変感謝申し上げます。私自身は38年仙台で弁護士を行っております。長らく多重債務の問題に取り組む中でパチンコで借金を何度も作って、そして仕事や家庭、そして最後は自分の命まで失う、そんな悲劇をずっと見てまいりました。カジノの解禁は国の在り方に極めて大きな影響があるということで、本日はカジノの設置に反対の立場から意見を述べさせていただきます。2018年4月、民間賭博であるカジノの設置を認める特定複合観光施設区域の整備法が成立いたしました。IR 法、またはカジノ解禁法という言っておりますけれども、私自身、この前 の、 推進法の時も含めて、衆参で2度、内閣委員会で参考人としてもカジノ解禁の反対の立場で意見を述べさせていただきました。今般秋元元 IR 担当副大臣の就業企業である500.com 社からの収賄容疑での逮捕起訴を受け、もう一度カジノ解禁を問い直すべきと思ってと考えておるところでございます。私 の、 レジュメを1枚挙げていただきましょうか。じゃあ今各地でどのような状況になっているのでしょうか。昨年8月の22日、横浜市長が山下不動への誘致を表明しました。2017年7月の市長選挙では林市長のは誘致は白紙とのことで争点を回避しながら今回表明したということになっています。ギャンブル依存症問題などから地元横浜公安協会及び市民の間に根強い反対があり、運動が起こっております。じゃあ、横浜以外のことはどうなっているのかと申しますと、今、カジノの設置は3か所ということになっております。アメリカのカジノといわれるサンズ社は、横浜の表明に合わせて、大阪ではなく、東京、横浜に参入の意向を表明しました。大阪では夢島、東京では青海、千葉、愛知、和歌山、長崎、北海道、苫小牧という声が上がっていたところでございますけれども、北海道、千葉でもカジノ誘致を断念をしたということになっております。北海道では昨年の11月の29日、そして千葉では1月の7日、後で述べますけれども、カジノ管理委員会が設置されたその日でございますけれども、断念を表明をしております。今回、元担当副大臣の収賄容疑での逮捕は、驚きとともに、またかという思いをしたところでございます。2018年7月の12日の週刊文春は、米国大手カジノ事業関係者が国会議員15名のパーティー券購入リストについて、脱法献金と報道いたしました。今回の逮捕は、カジノ解禁は誰のためのものなのかを考え直す重要な事件だと考えます。海外から投資するカジノ業者、建設、ゲーム事業など、カジノ事業周辺では大きな利益をもたらすでしょう。2兆円上とも言われている投資でございます。では、そこに暮らす住民、誘致自体の利益になるのでしょうか。そしてカジノの解禁法の今後の予定でございます。7月の22日に成立をしたと、条文が250字で政令などへの委任が331とべらぼうに多い法律でございました。そしてカジノ管理委員会は国会の同意人事ということでございましたけれども、選挙の影響を考えたのか、臨時国会へ回り、そして昨年の11月の29日、初代の委員長に元福岡高等検察庁検事長の北村氏が起用されたと、そして
述べましたように、1月の7日、カジノ管理委員会が設置をされております。1月末までに国が基本方針を策定をするんだと言われていましたけれども、逮捕の影響もあって、3月ないし4月にずれ込むと言われております。そして、自治体が事業者を公募、選定、自治体での議会での議決、そして2011年1月から7月まで自治体が認定申請をするとされております。そして22年は国の認定、そして24年には開業かとも言われております。ただ、カジノ管理委員会の規則、これがいろんなことを規制をかけるわけですけど、それがまだいつできるかがわからないというような状況でございます。ただ、大阪等では、行動が進んでいるということになっております。大阪の動きをちょっと見ていただければと思いますけれども、すでに募集要項の公表がなされております。そして4月には提案、審査書類の提出期限、そして6月、選定をして、7月には基本協定の締結だと言われております。では、次にこの法律の目的は何だったのでしょうか。この法律は、我が国の経済社会の活力の向上及び持続的発展を図るためには、国内外からの観光旅客の来訪及び滞在を促進することが一層重要となっていることに鑑み、健全なカジノ事業の収益を活用して、特定複合観光施設区域の整備を推進することにより、魅力ある滞在型観光を実現するため必要な事項を定め、門徹、観光及び地域経済の振興に寄与するとともに、財政の改善に資することを目的とすると言われております。公共政策としての IR との概念が唱えられているところでございます。では、公共政策としての IR の自己矛盾があるのではないかと考えているところでございます。公共政策としての IR として、経済効果の増大が至上命題となっております。巨大な投資、そうすると、投資の回収のため、IR の収益エンジンであるカジノの売り上げが不可欠でございます。面積 3% で 80% の売り上げが上げると言われております。カジノ事業者の売り上げの総体はカジノの負けでございます。カジノ利用者は7、8割は日本人。日本人の金融資産1800兆円が狙われているのではないかと私は考えているところでございます。そして、じゃあ地域に金が落ちるんだろうか。カジノは囲い込みです。後で述べますけれども、昆布という景品を使って囲い込む。そうすると、地域に人が出てこないんです。よく、共食い、カニバリゼーションということを言われていますけれども、地域の疲弊につながるのではないか。私も2015年に韓国のカンロンなどの方に視察に行ってきましたけれども、そこでの周辺地域の疲弊というのは明らかなところでございました。子育てをする世代はそこには住めないよという声も聞きました。そして320万人と言われるギャンブル依存症の強化、治安の乱れ、暴力団の跋扈、これまで抑え込んできた暴力団が跋扈するのではないか。と言われております。そして何よりも、じゃあ莫大な経済効果があるよって言いながら、じゃあ負の影響はどうしているんですかというと、全く試算されていない、地域によるもんだから決まるまでは分からないでしょうって言われて、経済効果だけが独り歩きをしているのではないでしょうか。米国や各国では負の影響が利益を相当上回るという報告がきちっとなされております。そしてカジノ面積規制の緩和、これについても取りまとめ当初は、絶対値である1万5000平米、または 3% という基準が並立していたのですけれども、法案ができて、実際は 3% の基準が取られている、これについては参入業者の意向があったのではないかと言われております。それから海外からの観光客増加に、私はカジノは不要だと思います。
皆さんもやっぱり政府の取り組みの中で海外からの観光客が非常に増えているということを実感をして、それがかえって今回のコロナウイルスで観光客が減ったということで経済効果が逆に下がっていると言われているところですけれども、日本では2010年が861万人、2018年では3119万人、3.62 倍増えております。2010年にカジノを解禁したシンガポールとよく比較されますけれども、カジノのない日本の方が増加が著しいということが明らかでございます。さらに旅行観光競争力報告書2019年9月世界経済フォーラム作成でございますけれども、日本は世界4位、スペイン、フランス、ドイツに次いでおります。じゃあシンガポールはどうですかというと17位、日本は1位となっております。それから不十分極まりない入場規制について述べさせていただきます。カジノは365日24時間営業でございます。これまで公営ギャンブルではなかったことでございます。そして入場回数制限ですけれども、7日で3回、28日で10回、毎年130回と認めるものでございまして、ギャンブル依存症を拡大する基準ではないかと考えるところでございます。例えばシンガポールでの賭博依存国家評議会による横断的なカウンセリング機能を持った回数制限等の基本的なギャンブル依存症対策もございません。後で述べますけれども、特定資金貸付業務を認めることから、負けた顧客に借金してまで賭博を推奨するもので、カジノ事業者がギャンブル依存症を続発されることを容認していると言えると思います。次にまさしくこの特定資金貸付業務でございます。これまで公営ギャンブルで事業者がお金を貸すということは認めておりません。また貸付はご法度だと言われているのではないでしょうか。時代劇の中でも賭場で負けると今日ついてないですねと言って、じゃあどうぞってお金を出す、よくあることじゃないですか。これがまさしくこのカジノで認められているんです。そしてさらに言うと貸金業規制法の適用も排除されております。貸金業の改正は2006年国会の中で議論されて成立した法律でございまして、多様債務者対策で非常に機能しております。その中で3分の1、収入の1、3分の1の規制ということが非常に大きな力になっておりました。しかしそれがないんです。どういうことかというと、高齢者の方が収入はないけど資産がある。その方に大量にお金を貸して、そして負けさせる。それができるのではないか。それの規制をするのがカジノ管理委員会規則ですけれども、まだそれができておりません。どういう内容になるかが分かっていない。その中で実が進んでいるということでございます。それから、コンプ、カジノ行為関連景品類への規制。これについては、コンプというのは何かというと、ここに書きましたけど、コンプリメンタリー、無料という意味だそうですけれども、カジノへのゲームに費やした金額や時間に応じて、割引特典、無料特典が受けられるサービスと言われています。コンプの仕組みが集客力、カジノに関心のないものをカジノに誘発すると言われております。これについても法律の中で、景評法の適用が除外されております。景評法は4条で、景品は価格の10分の2とされておりませんけど、これをさせないということは、どこまで景品付けることになるのか。これもわからない。これも管理委員会規則のことですけれども、まだ決まっていないということでございます。それから、新聞報道でしたけれども、カジノに所得課税が進むかという議論が報道されておりました。カジノを含む統合型リゾートで、利用者からカジノを得た利益に課税するという政府案が示されたというふうに報道されておりました。課税案には、利用者ごとの入場時のチップ購入額と退場時の換金額に加え、個々のゲームの勝ち負けの記録を事業者が保存し、利用者に提供、
申告してもらう仕組み、訪日外交客に関しては、出国すると税務調査が事実上困難になることから、源泉徴収を導入することも検討すると言われておりました。で、財務省に、これも報道ベースですけれども、米国や韓国でもカジノ職人に対する源泉徴収の仕組みが採用されていると言われていました。しかし、これについても自民党の先生の方から懸念が出されて、明記が盛り込まれなかったというふうに言われております。それから、区域整備計画の認定執行による解除、これは国会の中でも議論がされているようですけれども、例えば大阪府では今、区域実施方針等に基づいて、募集要項の公表がなされています。その中で第10、事業継続が困難となった場合における設置に関する事項2で、協定解除時と解除時の取り扱いとして、括弧3、区間整備計画の認定の執行による解除として、大阪府が認定の申請を行う場合の保証の規定が、事業者に保証しなければならないという規定が盛り込まれております。この点は市長が変わり、議会の構成が変わって、これはまずいよねと言って、IR を拒否すると、保証を行わなければならない、まさしく一回協定を結んでしまうと、後戻りができないという規定が盛り込まれております。日本ではこれまで民間カジノは解禁されておりません。賭博禁止の違法性阻却を法務省が基準を出して議論してきたところでございます。これまでの法務省の違法性阻却は8要件だと言われています。目的の公益性、収益の使途が公益性のあるものに限ることを含む、運営主体の性格、官またはそれに準ずる団体に限る、収益の扱い、業務を委託を受けた民間団体の不当な利潤を得ないようにするなど、社交性の程度、運営主体の連結性、前科者の排除など、運営主体への公的監督、運営主体の健全性、区域的弊害、青少年の不当な影響などの防止等に着目し、意見を述べてきたところであり、カジノ規制の在り方についても同様であるとされております。この8要件から民間賭博を法務省は認めてこなかったのでございます。じゃあ、このカジノ実施法で違法性が阻害されるのか、目的の公益性、繰り返しになりますけれども、収益の使途が公益性のあるものに限ることを含むとされております。今回の実施法では、カジノ収益が国際観光の収益エンジンであり、給付金 30% が公益目的に使われることから、目的の公益性を満たすとされております。そもそも先ほど述べたように、収益エンジンに疑問が出ていること、給付金 30% を除く部分で、カジノ事業者の多くの利益が確保され、参入カジノ事業者の株主に多額の配当が用意されることが、これまでの目的の公益性を大きく逸脱するのではないでしょうか。それから、社交性の程度、福祉的被害の除去、これも繰り返しになるかもしれませんけれども、貸し企業の適用除外をして総量規制を外した中で、借りさせてカジノを行う。これについても、これまでの社交性の程度、福祉的被害を大きく逸脱する違法性阻却にならないのではないかと考えるところでございます。これまで述べてきましたように、カジノ参入事業者の意向から規制が骨抜きになっていないんでしょうか。面積規制しかり、入場規制、所得課税、特定資金貸付、根付規制すべてが規制緩和の方向で、世界最高のカジノ規制は実現されていないと言うべきでございます。そこに参入事業者の金が政治家に渡り、規制を歪められたりすると、有識事態ではないでしょうか。世論の動向でございます。本年2月実施の時事通信の世論調査で、カジノを含む統合型リゾート、IR の国内誘致について聞いたところ、反対が 62.4%、賛成が 22.8% と大きく反対が上回っております。私は人の不幸、命の問題、このカジノビジネスで日本が発展を図る必要は全くないと考えております。
IR 法の廃止をぜひご検討実施していただきたいと思い、これで私の発言を終わらせていただきます。ありがとうございました。これより公述人に対する質疑を行います。質疑の申し出がありますので、順次これを許します。奥の